だからこそ私は元彼の玉を潰したい。巻き続き嫌いだったんで、自分は特別だって信じきってたから、めっちゃなんか勉強頑張った、めっちゃ頑張ったよ。めっちゃ頑張ったら、とりあえず国語だけ頑張ろうみたいな、好きだったから。で半年頑張ったら学年で3位になりましたね。うん、なんか国語だけ頑張ってみたら学年で3位になって、あ、なんかいけるやみたいなあ、死ぬほど勉強すればいいんだってなって、勉強にハマって、そっからなんかいろいろ数学とか理科とかちょっとずつ一個ずつ頑張った。あ、来たか。でその頃も元彼、中学から付き合ってる彼氏と順調かと思いきや浮気されて泣いて、そしたら奴がなんか俺医大目指すわとか舐めたこと言ってたの思い出して、ケンピはすっげー汚い学校にずっといたから、私大、私立にねちょっと憧れてたの。私大は適当なとこ行こうって思ってたの。そんな舐めた元彼がいるから、じゃあ私大の中でも総計どっちか強いからそっちにしようと思って、で早稲田にした。泣いた、すごい泣いたすっごい泣いた、許せない、私の青春に傷をつけたあの男。早稲田行ってよかったけどね。そういう意味では元彼選挙、元彼を二三浪して、どこ行ったんだろう、北大行ったんかな、勝手に北大だと思ってるけど、北大医学部ならまあ頑張ったんじゃない、 3年ぐらい浪人してたかな、すごいと思う、わかんない、違う、全然違うかも一応尊敬しようと、え、勝手に北大ってことにしてるわかん、いや教えてくれないから、教えてくれないの、教えてくれってか、もう話すこともねえし、まあ、でも北海道に今いるのは知ってるし、医学部目指してたことも知ってるから、多分北大医学部、話したくない話したくはないですね。今話したら多分あの殴り合いになっちゃう、ケビがつかみに行っちゃうつかみに行って、多分こうなんか潰しに行っちゃう、うん、多分そうね、潰しに行っちゃうと思う、玉を、玉を、お前は害悪だからそのようなものをつけてるのが悪い、パンパン切り取りに、うん、切り取りに行きますね、はい、重機で潰す、あ、それもいいね、それもいいけど、やっぱあれが良くないです、やっぱ切った方がいいですね。今思うと別に良くなかった、モテる部類であんなものがついてるからね、あ、浮気なんです、はい、まあ、そんな感じでした、ありがとうございました。そう、勘眼、次会ったら勘眼クソみたいな男なんです。話してって言われたら元彼のことで24時間ぐらい、24時間話せますね、話しますよってぐらいには、いろんな強烈なエピソードも全部みんなに話してるけど、クソみたいな男でしたよ。ティーパイを積むときペダルを玉にぶつけて失神しかけた大変らしいですね男の人。ケンピはほら女だから分かんないけどさ、体の構造とか大変らしいですね玉。だからこそ私は元彼の玉を潰したい、はい、うんいい、なんかそうっすね、なんかケンピが仮にだよ、取り返しのつかないことやっちゃってもう人生詰んだってなったら、最後に道連れにしたいかな、あいつをあいつの玉を取りに行くお前も不幸になれっつってまあそんな感じです、はい、終わり、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございましたありがとうございました、ありがとう。